大学附属中学校、小学校、幼稚園があった場所に2004年10月9日に開館した。観光客の多く立ち寄る兼六園の眉見坂口の斜め向かいにあたり、復元が進む金沢城公園の入り口からも近い。繁華街の高林坊や片町からも徒歩圏内にある市の中心部に立地した都心型の美術館である。周囲には、 国立工芸館を筆頭に、金沢農学美術館、石川近代文学館、石川県立美術館、石川県立歴史博物館などテーマの異なる芸術関連施設があり、文化ゾーンを形成している。建物は地上1階、地下1階建て。芝生の敷地中央にあり、円形総ガラス張りで正面と言える面がなく、逆に言えば、すべてが正面と言える。 県六園方面、高林坊方面、柿の木畑方面などの方向からも入場できる。上に、無料入場できる範囲を広くとっており、多数の作品を無料で鑑賞することができる。各展示室は、現代美術の展示に適した白い壁面の空間であり、個々の展示室はそれぞれ独立した立方体として、円形の館内に配置されている。 このため一応展覧会ごとに、順路は決められているものの、鑑賞者はどれでも好きな展示室からランダムに見ていく、ことが可能であるとされている。建築設計競技で選ばれた設計者の瀬島和代と西沢達恵は、開館後に実際に展示を行う学芸員より、世界中の美術館の展示室をモデルに、正方形や長方形、 円形など様々なタイプの理想的な展示室の提案を受けた。それらの展示室を集落のように各々独立させて配置し、天井と円形のガラスの外壁とで覆っている。外壁同様各所にガラスが多用されているため、館内の見通しが非常に効く。中央の有料エリアからも建物外部の公園や道路を見ることができるため、開放的である。 無料エリアの1階と地下1階には市民ギャラリーがあり、市内の芸術団体や学校の展覧会、新聞社主催の展覧会などに貸し出されている。また、地下1階には劇場や来館者用駐車場、作品搬入口や収蔵庫など美術館の裏方となるスペースが広がっている。エレベーターは4基ありすべて、 横浜エレベーター製で、うち一機はガラス張りのテレスコフレームエレベーターである。設計者のサナーは、この建物等により、ベネツィアビエンナーレ第9回国際建築展の最高賞である禁止師賞を受賞している。高級展示作品、レアンドロ・エルリッヒの、スイミングプール高級展示作品、オラファー・エリアソンの、カラーアクティビティハウス収集の方針は、となっている。 所蔵作品には体験型作品や部屋の空間全体を活かしたインスタレーションが多く、無料入場エリアにはジェームズ・タレルの作品を高級設置した部屋があるなど、現代美術をいつでも安価に体験できる環境がある。これらは実際にこの美術館のために作家に依頼して制作されたコミッションワークである。収蔵方針に関し、1980年代以降、 主としたことは、知名度の低い作家ばかりとなる危うさもあるが、将来のための先行投資と見ることもできる。その他1990年代以降の国際美術展を騒がせた作家の作品など、最新の様々な美術潮流を反映して収集されているため、開館前から世界的に美術界では話題になっていた。 美術館側も2003年のベネツィアビエンナーレにて開館告知パーティーを開催するなど知名度の向上に努めていた。1980年代より前の時代、例えばポップアートや印象派の有名作家の有品はすでにほとんどが各国の美術館やコレクションに収まっており有名作家の作品を買おうとすれば大コレクションの売却を待つか、 もしくは今マーケットに出ている二級品を高値で買うか、いずれにしろ、身の丈を大きく超えた大金を使うことになる。比較的安価な現在進行形の美術に的を絞って、今のうちに買い集める金沢の収集方針は、限られた予算を有効に活かして良いコレクションを購入できる腕であると評価できる。また、作品を観覧する金沢周辺の児童学生や、 産業界や工芸デザインなどにも最新の刺激を与えて地域社会を活性化させる効果も期待できる。この観点から同じ石川県の輪島市の執行工房、雲流庵の作品などを所蔵している。各地で地方公共団体の財政難や公立美術館の赤字が問題になる中、当初金沢でも私立の美術館を新しく作ることに、 大使厳しい目が注がれていた。企画立案はこうした市民との討論から始まった。同時代の美術を世界から収集し、金沢の工芸やデザインに刺激を与え活性化し、新しいものを生み出す土壌を育成するという新美術館の方針や効果は徐々に理解を得ていった。また収蔵品は1990年代半ばから、 収集が始められ、その一部は、金沢市民芸術村や、市内の学校、商店街などで、プレオープン事業として公開され、シンポジウムやワークショップも多数開催された。これらは、市民の間に、新しい美術館や、その収蔵品、活動に対し理解を得るためのものであった。開館後も、児童、学生や団体客に対する鑑賞教育活動は、 引き続き盛んに行われている。開館後の第1回展は収蔵品等を一堂に集めた展覧会のほか、無料ゾーンの市民ギャラリーで印象廃校現代に至る名品展が同時開催され、多くの観客を集めることに成功した。また市内の小中学生に対する無料招待は、後日家族連れで再来館するという効果を得た。 公立美術館冬の時代と言われ、ここがこけたら、今後50年間は、冬の時代が続くと、各地の美術館から入館者の推移が注目されたが、開館から1年間で、地方都市の公立美術館としては、驚異的な157万人もの入館者を集めた。なお、開業初年度の目標は30万人と定めていた。 2006年8月に入館者数250万人を突破した。また、2015年の北陸新幹線開業後の来場者数は2018年度で約258万人と、対2013年度で100万人以上の増加となっている。金沢美術工芸大学の卒業制作展が毎年ここで行われている。 アンサンブル金沢とのコラボレーションで時折、短時間のゲリラコンサート、ミュージックアートが行われることもある。金沢21世紀美術館金沢駅。 金沢市における 1https コロンスラッシュスラッシュ www4.city.kanazwa.lg.jp a スラッシュデータスラッシュオープンスラッシュ cnt スラッシュ3スラッシュ17461スラッシュ6スラッシュアラウンド k a n a z a w a r o o t p d f の3ページ目より、ハット abc 金沢市キッズページ金沢十一世紀美術館。 abcd, プールのみなそこ、歩いてる金沢21世紀美術館。日経 MJ、https, www. 日系 .com、アーティクル、約すくそ46415850、r20c19a6h91a00、2020年8月10日、閲覧。 テレスコフレームタイプ展望用油圧エレベーターのシステムエレベータージャーナルナンバー620157日本エレベーター協会金沢21世紀美術館ギャラリーグラスパネルドテレスコピック横浜エレベーター株式会社ガラスバリテレスコフレーム方式の特殊エレベーター AB デアンドロエルリッヒスイミングプール美の巨人たち2020年8月10日閲覧 コレクションコレクション、雲流庵、北村達岡奈沢21世紀美術館。ありがとうございます。